習中って感じです。この子が練習中、はい、哺乳瓶も、うん、乳首を吸うのがまだできない、うまくできないですね。なので哺乳瓶は練習段階で、哺乳瓶で少し飲ませて止まってしまった後の分は注射器でちょっとずつ飲ませてます。自分で吸い付くことができないっていう感じなので。そうなんだ、はい。昔さ、脱脂麺で飲ませてた犬、うちの犬生まれた時、うん、あ、そうなんですね、チュッチュッてしてる感じですか。その時、あ、でも子供が子供の時はあんま覚えてないです。今は、うん、これ5ミリ入ってるんですけど、これ何のミルクですか。猫用のキャ、ワンラック、あとでパッケージも見せますね、はい、モリニュー製品のワンラックキャットミルクっていうやつなんですけど、はい、で今最大5ミリしか飲めないです。まだちっちゃいのと5ミリ、はい、はい、飲み方も弱めなのもあるので、うん、最大5ミリで2時間おきに飲んでます。で、まあ、夜中とかだったら最大3時間空けるぐらいで、あと1、2週間は2、3時間おきには空けないといけない。皆さんは今交代でそういうことを家連れて帰ってやってるんですか。夜はそうですね。で、日中はまあここに来て2時間おきで、夜だけ3時間おきにしてます。大変だ。で、5ミリがこの量です、うん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 、で、哺乳瓶であげるときなんですけど、うんうんうん、なるべく体安定させるって、お父さんみたいな大きな手だったらこう包み込めると思うんですけど、ちょっと私だとはみ出るので、ちょっと落ち着かない時があるので、こういう感じで手にフィットさせて抱っこしてます。で、頭もちょっとまっすぐ支えながら。自分で吸ってんの今これ。そうですね、ただ本当はもっと何ですかね、吸盤みたいに吸うはずなんです。前じゃないんで横から上げてるんですか。前からでも大丈夫です。今この子はこう本当は前からチュッチュッって吸い込む感じなんですけど、吸い込まないんですよね。で、みんな大体こんな最初下手な子はこうです。で、カチカチかじりながら、ね、かじってるだけみたい。そうです。で、口で挟むと出てくるから、それを飲んでるっていう感じで、うん、あ、本当ちょっと難しい。すごく上手に飲めないんです。あの3匹みんな下手なの。そうですね。で、1人昨日亡くなっちゃったんで、今2匹どの子が亡くなったの。キジちゃんが、あの耳の丸い子と耳のとんがってる子いたじゃない。よく動きままってた子。丸い子だと思います。丸い子亡くなっちゃったの。そうですね、一番元気なのはとんがってる子。丸い子、うん、そうです、多分丸い子だと思います。で、ちょっと元気なかった子が亡くなっちゃったんで、うん、今はキジちゃん一人、クロちゃん一人って感じですね。そうなんだ。で、どうしてもカジカジこう後ろの歯で、歯というか奥の方の歯肉で挟む、うん、ぐらいでしか飲んでくれないので、うん、そのうち多分乳首に慣れてきたら本当に、あ、吸ってるっていうのが多分感覚でわかると思います、うん、で、なので私たちもいいけどうまく飲めないとか、多分なんか気に入らないとか、そういう感じだと思います。いいじゃん、昨日の猫の映ったやつないの。これ手袋とかした方がいいよね。他の猫ちゃんもいる場合はそうですね、うん、今うちは病院なんで、やっぱ他の患者さんもいるので、いくら手洗いしててもやっぱり不安なので、うんうんうん、手袋をしてさらに手を洗って他の患者さんと触れ合うっていうふうにしてるんですけど、爪すごいね。そうですね、でもお渡しする場合には切りますね今まだちょっと切ってないんですけど、その爪すごいなっていうのはなんか、強そうだなって、うん、結構でも子猫ちゃんって出してること多いですよね、うん、大人の猫ちゃんってしまってること多いですよ。常に出してるんだ、この猫ちゃん。出てますよね、結構、まあ、力入ってるっていうのもあると思うんですけど、もう嫌かな、休憩しよっか。さっき5ミリ飲んでるから、まあ